人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちと PS4 と40代プレイですね。今回プレイするソフトはマジックスクロールタクティクスになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。まあこのゲームはですね、またあのセールで買ったインディーズタイトルの一つなんですけども、まあちょっと評価高かったんでね、僕やっていきますね。まあ、完全な初見なんで何一つ知らないですよ。この人は主人公っぽいけど違うのかな。悪い魔法使いが来ている。ドットスクロールアクションかな。ほうほう。これが敵キャラってことかな。おお、なんだなんだ味方か。海賊。ん？あ、ほんとタクティクスなんだこれ。あ、めんどくさい。そういうことね。これで、この人は何？普通に戦って大丈夫かな？ブロンズソード。お、倒した。よし。なんか全員。おうおう。それがめんどくさいな。上攻撃できるか、こうやって。あ、なるほどね。じゃあヒールで、うん、移動できねえ。突っ込んで攻撃。で指届くな。よし、弓は攻撃。よし、やった。お、範囲広い。すごいな。ここで見習いの矢で。よし。ヒールは使えないな、無理だな。届かねえ。ちょっと戻ろう。待機。これで弓木届かねえんか。といって分ソード、よし、で終わりかな。ビルアップした。こういうゲームなのね。なるほど。今のがとりあえずプロローグか。本当にセーブユニット編成。編成でどうと。ああ、人が増えてきたら変えれるってことか。
全部で5種類ってことね。うん、サラマンダー族のガーディアンとか欲しいな。ちょっと今壁役がいない。メイジ、アーチャー、ヒーラー、このカエルでもウォーリアとかいるんだ。うん、なるほどね。まあ多分とりあえず初期でいけるでしょう、おそらく。で今こういうってこと？こっちかこれ。はあはあ。とりあえず買うにして。全部持ってるばっかりだな。とりあえずまあ見るだけ見て。さよなら。あ、なんか増えた。これがチャプター1か。もうちょっとレクチャー欲しいな。できれば。あ、なんかいる。盗賊みたいなのがいる。最初は体力というかマジックとかないってことですね、このゲーム基本的に。あれ、まあしょうがないですよね。そういうことなんか。へえ。待機、待機。あ、ラッキーラッキー。なんか高いとこから多いんですよね。回復マス、これ、ここ回復マスなの、ここ。あ、なんか下から湧いてるもんね、確かに。なるほど。だからあえてこれをこいつにしたいやんか。なるほど。こういって杖で殴る。よし、待機。痛い。これ後ろ向いてる向いてない関係ないのかな。撃つよね。お、ラッキー、助かった。痛い。ヒール、ファイヤーボルト無理か。でまたここに行けないのか。よし、とりあえず移動はできないからここはあえて回復させとこう。で攻撃、見習いの弓で攻撃。よし、で、突っ込んでブロンソード、やった。アイスジャベリン使えるな。いけい。
無理か、ギリギリ届かないのか。いてー、ロズスフィア。あー、そうか、それがあんのか、めんどくせえな。一回下がろう。カエルにヒール。そっか、それがあるんだな。だけど倒したら全員に入るのいいっすね、経験値がちゃんと入るのは。よし、なるほど。でチャプターが2つにはフリーバトル、ああそういうのもあるんですね。で一回こうやって帰ってお金で買っていくと。まあ今のところけど別にないですもんね、不便がないから。特に何を買うっていうものもない、いらない。まあでもこれぐらいかな、これだけ一応買っといて。でユニットで見るのか、装備でこれ、よし、アビリティ習得。はは、あ、こういうのができるんですね。なるほど。あー、すぐは使えないんだ。とりあえず、攻撃だけ、一択とか、あ、できないかまだ。で、こいつとかもまあ、ほほう、思ったより面白いな。足りないのか。だって今こんだけだね、3456。あの友達っていうか仲間の人はできないんだ、何も。オートセーブにしてくれてる。なかなか奥が深いですね。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした、ありがとうございました。マジックスクロールタクティクス、いかがだったでしょうか。いや、タクティクスってね、名前の通り戦略的に戦うタイプだったんですね。てっきり普通にアクションやっていくものだと思ったんで、ちょっとびっくりしました。まあ、これはこれでね、じっくりプレイする方にはおすすめなんじゃないかなと思いますね。ただ、ちょっと 2D でやっていくんでね、3D 的に、立体的にこう、行くっていうんじゃなくて、とにかく高さしか概念がないっていうところがちょっと、面白いなと思いましたね。この制約が、ね、ちょっと戦略の幅をまたある意味広げてる部分もあったりなかったりで、ちょっと楽しめる作品かなと思います。またね、プレイステーション4のダウンロードゲームに関しましてもね、さまざまなソフトにソフトをプレイしながら思い出を語ったりね、率直な感想を述べたりしますんで、よろしければコメント等いただけると嬉しいです。コメントがねちょっと恥ずかしいって方はね、グッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。